オイコールインイコールファーネスは、イギリス・イングランドのカンブリア州にあるタウン。自治体の名であり、その中心地区の名でもある。アイルランド海に面した港湾と造船業の町であり、バローの略称でも知られている。アイルランド海、モーカム湾に突き出したファーネス半島の先端に位置する。首都ロンドンから北西3 5 0トルの距離に、ある。 マンチェスターの北西 95km に所在し、カンブリアのカウンティータウンであるカーライルは、南南西 87km の位置にある。バラとしてのバローインファーネス市は、中心地区、バローインファーネスと、ウォルニー島など、郊外の集落からなっている。バラの人口の約5、6は、面積にして、バラのおよそ半分を占めるタウンとしてのバローインファーネスに集中している。 歴史的には、ランカシャーの一部に含まれる地域である。中世には有力な修道院の一つだったファーネス。修道院が栄えたが、16世紀のヘンリー・パスセイの宗教改革で修道院が解体されて、以降は錆びれた。19世紀中頃の産業革命の到来によって、それまで小さな漁村であったバローインファーネスには、 イングランド各地やスコットランドから大量の人口が流入した。水深の深い水域が陸の近くまで来ていたことから、バローは鉄鉱石やスレートの格好の積み出し港となり、1846年に内陸の鉱山と港をつなぐファーネス鉄道が開通した。やがて沿岸部には製鉄所が建設された。良行を抱えた立地は鉄鉱を輸出するのに、 理想的であった。バローは急成長を遂げ、また地元で生産された鋼によって造船業も栄えることになった。19世紀初頭には2000人ほどだった。地域人口は1861年には9000人以上になった。1867年にバローが市に昇格すると、ファーネス鉄道と製鉄所の社長を兼務していたジェームス・ラムズデンが初代市長になった。 人口は1871年には10年前のほぼ倍の1万8000人に、さらに10年後の1881年には5万人近くにまで急激に増加した。この人口の急増に対して、ラムズデン・ラシ当局は都市計画を作成し、計画的に街路や建物を建造することで対応した。このことから、バローは近代的な都市計画に基づいて作られた。 イングランドで最も古い都市の一つともされる。バローは、西側のオルニー島が、天然の防波堤となって、外目からの波の影響を受けにくい地形であることから、産業革命期の早い段階から造船に適した地と、見られていた。1850年代に建造された、ジェーン・ルーパー号が、その最初の一石とされている。1867年にデボンシャードックが、 開業したのを皮切りに、バローにおける近代的造船業の発展が始まり、1871年には、造船所と製鉄所を統合した、バローシップビルディングカンパニーが設立された。エクリプス級防護巡洋艦、ジュノーなどを建造するなど、造船所は、イギリス海軍艦の重要な建造者の一つになった。1897年に、ビッカースによって買収されたが、 その後も造船所は拡大を続けた。ビッカースは水道を挟んだ対岸のオールニー島を買収し、1900年代から労働者の居住用の新しい計画都市区画を作った。20世紀のバローはビッカース社の企業浄化町として発展していく。19世紀末以降拡大された造船所はやがてイギリスで有数、つまりは 当時の世界最大級の規模になり、多数の客船、貨物船、そして軍艦を建造した。第一次世界大戦中にバローの人口は8万2000人を超えてピークに達した。1901年にイギリス海軍発の潜水艦、ホランド1を建造して、以来、1914年までにイギリスで建造された潜水艦の9割以上は、 バローのビッカースで建造された。この伝統が現在も受け継がれている。ビッカースはまた飛行船の建造にも乗り出し、ウォルニー島の北側に現在も残る飛行場を建設した。第二次世界大戦では造船所、製鉄所がドイツ空軍の標的となり、数度にわたって大規模な空襲を受けた。ウォルニー島飛行場に戦闘機体が常駐し、市外や 周辺の各所に、対空法人地が作られ、空襲に対抗した。空襲の被害は、市街地にも及び、最終的に空襲で83人が死亡、1万千頭以上の家屋が破壊された。しかし造船所も製鉄所も、完全に破壊されることはなく、終戦まで、その機能を維持し続けた。1951年に人口が7万8千人に、迫り、 第2のピークを迎えたが、その後製鉄業は海外との競争から脱落して、落日を迎えた。1963年に製鉄所が閉鎖。その3年後には、ファーネス地方で最後に残っていた鉱山も閉山し、鉱石の積み出し鉱、鉄鉱の輸出鉱としての機能は失われた。しかし造船業は21世紀となった現在も存続している。 1960年代から原子力潜水艦の建造を専門的に扱うようになった。第二次世界大戦の終結後は一部で廃業する企業もあったが、潜水艦の建造に関わる企業は地域の主要産業、そして雇用主として残った。バンガード級原子力潜水艦のすべてはこの地域で建造された。 冷戦の終結による軍事費の減少でも多数の失業者を被ったが、米システムズの参加で潜水艦の生産設備はイギリス随一を誇る規模で存続している。こうしたバローインファーネスの造船業の歴史はザドックミュージアムで見ることができる。日本海軍の戦艦三日差もこの町で建造された。当時、寄港した戦艦の訓練などのために、 日本海軍がこの地を訪れており、その際に市長が彼らを夕食会に招待している。またバローインファーネスの西側にあるウォルニー島には戦艦ミカサを記念し、ミカサストリートと名付けられた通りが存在する。道自体は住宅地の一般道路で記念碑などの類は存在しない。この通りは前述のビッカースタウンの中にあり、 街の通りはビッカースが建造した幹線の名前から命名されており、その一つがミカサストリートである。今でもタウンホールの視聴室には、東郷平八郎より贈られた記念品が飾られている。ウィルバート・オードリーの絵本シリーズ、記者の絵本の舞台である、ドー島はバローイコールインイコールファーネスの西にあると設定されており、作中のノースウェスタン鉄道本線は、 バローイコールイミコールファーネス駅が出発駅となっている。ありがとうございます。